ンポン。はあ、どうしたんや、葵ちゃん。ため息なんかついて。実は今度動画でヤンデレ役をやることになりまして。ああ、そらまた難しい役どころやな。なんか、役作りのコツとかありますかね。うん、難しいな。そのキャラの気持ちを想像してそれになりきることを徹底するとか。ほら、すごい役者さんとかって、役を憑依させるとかってよく言うやん。よし、任せろ。帰れ。なぜですか？そんないかにも憑依させますみたいなアイテム持ってるやつ信用できねえからだよ。まあまあ、物が試し。今からヤンデレの霊体を捕まえ、自分に憑依させますから、その動きを参考にしてください。ほんまに大丈夫かいな。行きます。おう。おいおい、出てる出てる。お前の霊体出てるよ。引っ込めろ。戻れば。やっぱ生き量になるとこだった。気をつけろってレベルじゃねえぞ。行きます。無機物取り憑かれたとしてどうなるんだよ。ミスったこっちか。それいじん。疲れても荷が重すぎるわ。よし、じゃあこっちだ。じゃあってなんだよ。おい、それ多分生き量だよ。何連れてきてんだお前。あ、アカリオス。しゃべんな。肉体に戻れ。おま、何しとんじゃボケ。おい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 。葵ちゃん、あれ、ゆかり先生の体に入ってる。おい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 、どうすんねん。ヤンデレの役作りどころじゃない。ゆかり先生の体、もしかして役作りいらないんじゃ。